目の前で開かれる本、頭の上で紡がれる物語、物語を読むその声はたどたどしい。でも優しくて、顔を上げると綺麗な金の髪を揺らして微笑みが返ってくる。深い森に閉じ込められた永遠の眠り姫は一人の若者によって目を覚ます。彼女は自分を見つけ出してくれた若者に心を溶かし、二人は末永く寄り添い幸福に暮らす。この物語は好き？そう問われて私はうなずいた。あなたも素敵な人に出会えるといいね。まるでこの物語が永遠に続くかのように、心の底から幸せそうに。アイズ、お待たせ。お待たせしました。って、あれ？顔色が優れないようですけど、何？ちょっと、怒られて。ああ、武器の修理を頼みに行ったんですよね。お待たせ。どうだった？ウルガはなんとかなりそう？怒られたけど、なんとかしてくれるって。さて、団長に頼まれたドロップアイテムの換金も済んだし、これ遠征の打ち上げは夜からですよね。まだ結構時間があります。とりあえずなんか食べない？お腹空いちゃった。そうですね、アイズも一緒に行くでしょ。私はダンジョンへ行くから。え？昨日遠征から帰ってきた。でも武器の修理代がいくらになるかわかる。そういうことね。打ち上げには間に合わせるように。わかってる。えい！
してたの？いえ、私はアイズさんを待っていただけです。何か用事があった？あの、ティオネさんと収集品を売りに行った時にディアンケヒトファミリアのお店でこのガラスの入れ物を見つけたんです。かわいいね。それでですね、私に？よかったら受け取っ…うん、ありがとう。でも…それは…そうです、アイズさんよく一人でダンジョンに行かれるか…あ、でもダンジョンに持っていくのにガラスはおかしいですよね。そうだね、すぐに割れちゃいそう。本当ですか？うん、ありがとう、レフィーヤ。Thank you.